2024年8月18日日曜日19時になりました。第12回首都防災ウィーク開幕スペシャルです。では番組をスタートします。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。この時間は首都防災ウィークがですね、昨日8月17日に始まりまして、それの、開幕スペシャルということで、見どころとかですね、一緒に見ていけたらなと思います。はい、まずですね、どんな番組があるのかなっていうところは、まず皆さん知らないかもしれないので、はい、ちょっとそこはですね、一緒に見ていきましょうか。はい。はい。では、ちょっと共有させていただきます。はい。はい、ミラクルテレビの番組、ミラクルテレビのウェブサイトを開くと、第12回首都防災ウィーク特別番組はこちらっていうボタンがあります。で、ここをポチッと押しますとですね、この下にずらーっと番組タイトルが並んでいます。うん、ちょっと見にくいですね。昨日が17日土曜日で第12回首都災ウィーク開会式点灯式ということで番組をとして放送いたしました。ちょっとですね、音楽の方とかがまだ何て言うんだろう、音響とかがそんなに整った状態でやったわけではなかったので、声はどうにか届いてたみたいなんですけど、音楽のところになるとちょっと聞きづらいような状態になってしまっていたみたいです。はい。で、その時の様子なんかもですね、そう、あ、ちょっと待って、その時の様子も皆さんに見ていただきたいですよね、せっかくなのでね。はい。で、ちょっと待ってくださいね。開会式ちょっと後でやろうかなと思います。はい。はい、で、8月18日、今日朝の体操から始まりました。はい。で、15時半からは、一句耐えって言って、防災俳句、防災穴あき俳句の番組を藤村坊陽さんがやってくださいました。防災の、俳句っていうのが、昔からね、こうやっていろいろ作られてきたんですけれども、そこに穴が開いていて、なんていう言葉を入れるかっていうようなところですね。俳句に関わる方たちが当てていくっていうか、クイズ番組みたいな感じですね。はい。で、19時からはこちらの今やっている開幕スペシャル。で、首都防災ウィーク実行委員会の皆さんっていうふうに言ってるんですけど、ちょっと今人数がですね、3人しか来ておりませんという。まあ、これはこれで。このですね、内容を3人でしっかりお伝えしていきましょうね。はい。で、8月19日は、鎮魂と希望の竹あかりワークショップの記録ということで、8月28日から始まって、7月28日から始まって、8月11日までやったワークショップ。そしてその準備段階で、大船渡に北谷さんたちが北谷さんと池野さんが大船渡に竹を取りに行ってくれて、で7月26日に運んできた、でそこから の写真とか映像とかっていうのをですね、ここの番組では一緒に見ていきたいなと思います。はい。で8月20日は和船渡壮大防災教育支援会の佐藤浩平くんと民愛香さんがみんなで防災 DIY というものをやってくれます。
まあ、これどんなことをやるのかなっていうのね、私もね、まだ聞いてないので楽しみなんですけど、きっと面白いことをしてくれるんじゃないかなと思います。で、8月21日は、防災図書館っていうものはですね、麹町のところにあるんですけれども、防災の専門の図書館なんですね、防災専門図書館。そちらの映像の方が届いておりますので、それを流す時間にしたいなと思います。はい、で、8月22日の木曜日は、これは定期でですね、毎週やってる番組なんですけど、愛語一番勝負。で、柿島光晴さんがやる番組。で、これの防災編の1っていうのをやります。で、この防災ウィーク期間中に、愛語一番勝負3回あるので、防災編1、2、3っていうふうに来ますので、お楽しみにという感じです。で、8月23日はですね、こもちゃん TV の防災ウィーク編ということでですね、防災サステナダイス。この防災サステナダイスって何かなと思うんですけど、サイコロトークになります。12面のサイコロがあって、そのサイコロを、に、防災に関するお題が入っていて、何のお題が出るかわからないけど、その出た目の話題を、その場で、サイコロを、振った人にお話ししてもらうっていうような、ちょっと楽しい番組をやります。で、こちら、コムちゃん TV は、他の番組とは URL が違うので気をつけてください。で、8月24日土曜日は、超巨大台風と荒川波程、どんだけ 事前避難ができるかっていう番組を、結構豪華ですよ。出演者、中瀬さん、有川さん、中林さん、橋本さん、中尾さん、箱森さん、伴さん、川島さん、森崎さん、他っていうことなので、結構いっぱいいらっしゃるのかなと思います。はい。これね、荒川が、破堤してしまったとき、このマイナス地域がどんな風になってしまうのか、そうならないために、被害を少しでも減らすために、どういうことができるかっていうことが語られるのかなと思います。で、8月25日日曜日はまた朝の体操から始まります。ね、元気いっぱい始まりますよ。で、10時半からは災害ユートピア。ここでは藤村坊与さんが昔からやってた防災朝市ネットワークの、方に出演していただいて、で、今回は山形県酒田市の佐藤美幸美さんという方ですね、ゲストにお越しいただいてお話をいただく予定になっています。で、同じ日の夜、第12回首都防災ウィーク運営委員会ということで、誰でも囲碁大会の、直前の時期ですね。で、その後、この首都防災ウィークとしては9月の7日8日の現地の開催というところがあるので、そこのお話とか、あとはこれまでの、この8月25日までにやってきた番組のところなどについて、語られるのかなというふうに思っています。で、8月26日は、阪神ブレーカー後の停電災害をなくすためにということで、中林一樹さんと日本防災スキームの佐藤さんですね、ご出演いただきまして、お二人の対談形式の番組をやります。8月27日火曜日は、ミラクル勉強会ですね、COVID-19 のワクチンを考える。ゲストに、久米和彦さん、名古屋大学大学院薬学研究科、神経薬理学分野、そして、お医者様でもあられる久米先生に、COVID-19 のワクチンについてですね、今どういうふうに先生の方が考えられてるのかっていうところも伺っていきたいなと思います。
革命先生ですね、私たちが関わっている立憲民主党の河田雄平さんなどとも関わられているようなので、ちょっと河田雄平さんにも少し声かけてみようかなというふうに思ってますよ。はい、で、8月28日水曜日は大規模災害時におけるピア相談を考える。ちょっとここですね、まだ日にちが確定していないんですけど、ちょっとこの8月28日と9月3日のところが、ちょっとあれですよね、北谷さんと、はい、はい。岡さんのところで、今ちょっとまだ調整中っていうところですよ調整中でね、ほとんどメンバーが固まってきたので、どっちかに決めようとしている場面なんでね。そうすでね。すね、早はくい。決めた方がいいのかなとは。うん。ちょっとじゃあその辺また詰めはていっい、てはい。入れてください。はい。で、8月29日は先ほど言った愛護一番勝負の防災編にですね。はい。で、8月30日は2つ番組あります。はい。毎年あります、日本危機管理学会、オリエンタルコンサルタントさんがプレゼンツなんですけども、防災シンポジウム、新潟県中越地震20周年に学ぶ防災教育、被災、復興の伝承と学びということで番組をやってくださいます。こちらの番組、毎年すごいいっぱい参加者の方がいらっしゃるんですけども、ミラクルテレビの方でも500人規模で入れる体制でいこうと思っていますので、皆様ぜひご参加ください。で、その日の夜、第173回コムちゃん TV ということで、173回コムちゃん TV ですね。で、土屋の防災、コムちゃんの災害対応訓練をやってみたということですね。脳性麻痺の当事者である小本聡さんが、巨大地震が発生して停電したときに、真夏のものすごい暑いときに、どういうような対応をしていくかっていうところをですね、土屋の防災、あとは地域の方と一緒に考えてやった訓練のところを番組の中でお送りしたいと思います。で、8月31日は誰でも囲碁大会。はい、ついに来ました。誰でも囲碁大会。第3回誰でも囲碁大会ですね。はい。はい。で、これが千代田区立九段小学校の体育館で行われます。今これ、あれですね、北谷さん。だいぶ当初よりは人数増えてきた。あ、増えてますよ。増えてきてまうすね。んうんうん。安心しましたね。はい。ね、これ、こちら、まだまだ、まだまだ受け付けてます。大丈夫はい、です。受付期はい。間中ということなので、こちらの方にね、URL とかも貼っておこうかなと思いはまい、す。ありがとうございます。で、9月1日、平時から考える日本の食料自給問題と解決策について、ということで、国会議員2人、立憲民主党の河野議員と日本維新の会の小野議員、そして、今回山脈のメンバーですね、東京大学の農業の方を教えていらっしゃる鈴木信弘先生の、お話しされている映像を最初に見てから、ちょっとみんなでですね、この食料問題について、すごく大事な問題なんですね。ここを話し合っていくっていうところを、やっていきたいと思います。で、この番組は9月8日の防災フォーラムの前段として入れているような形になっています。で、9月2日、音楽でつながる防災の輪。ということで、シンガーソングライターの大石あやこさんと私、原かおりで、2人で番組をやろうかということで、ペアの番組で、音楽もあり、笑いもありという形でやろうかなと思ってますので、ぜひお越しください。先ほど、北谷さん、まだ調整中ということだった大船渡のあたりの、番組なんですけれども、どういうタイトルになるのかなっていうところもちょっと私まだ
伺ってないので、うん。そのあたりも、また決まったら教えていただきたいなと。あの少し中身を僕からお話をしますね。はい、お願いはしい。今年が実は、大船渡支援の10周年なんですね。で、慰霊堂の中には、10年間に何をやってきたのかっていうことが、かなり詳しく献上してあります。で、ご覧いただき、あ、なんか、音声、なんか、ネットワークがあまり良くないのか、切れてしまいました。北谷さん。止まってしまいました。次な信仰を実際に実現していくのかということ。そしてそこと連動しながら、東京の首都防災をどう発展させるのかという明確な問題意識に沿って、具体的な計画を今、立てているところです。で、9月3日か8月28日になりますが、その全体的なそういうお話とともに、これから 一つの、かなり具体的なテーマをですね、皆さんにご紹介をして、それを関係者で議論をするということにします。で、そのテーマというのは、壁画というテーマなんですね。で、これがどんなものかと言いますと、パッと今出るかな。ちょっと待ってくださいね。画面共有でいいのか。共有画面が。共有画面が出てこない。どうなってんだろう。一応ですんだけど。表示。ここは個人ですね。これで共有として。すぐ出なそうですか？私も探した方がいいかな？探せますかね。ちょっと待ってくださいね。とりあえずデスクトップはどうやって出すんだ。全然覚えてないよ。ピピピピピ。壁画ね。壁画の映ごいな。像があればと思うんですけども。ちょっと待ってくださいね。終了して、もうデスクトップアップを一旦これを小さくする。あ、わかったわかった。これで出てくるでしょう。大丈夫ですか？それでね、関係者がもう大体集まっていて、それで、大船渡側は、二人の議員さんが中心なんですね。まだ出てないですよ、北谷さはい、わかってるわかっん。あ、て大る。丈夫。大まあ丈夫。ね、お話をしながら探してるという。はいはい、ありがとうございます。こうなって、返事をして。ちなみに、あれですかね、前に、メールでみんなに送ってくれたのから、だいぶ変わったりとかしてる感じですか？何がですか？その、壁現画状。の絵の、ある。今ね、共有しますね。はい。どこで共有できるんだ？これだ。明日に。私、復興支援10年の歩みのものならすぐ出せますけど。ああ、それで、僕も今これで出てくるんだと思うんだけど。よいしょ。出たかな？まだ、来ました。来なんたか、けど、ちょっと表示のされ方が、表現され方が、なんか変ですね。ちょっと見えにくいかな。見にくい。やりましょうか。あれと同じ。ゃあ、これで。これでいいですか？違う。これじゃない。共有されて、いや、これでいいんです。これでいいこんれでです。いいですか？はい。共有されてますかね。私してますよ、今。あ、そう。はい、はい。あ、これがそうだ。
じゃあ、これの下の方をちょっと写して。はいはい。ありがとうございます。これがね、未来に伸びる壁画。普通、壁画って言うんですけど、これ壁画なんですね。どういうわけかね。リンゴの町、大船渡って言うんだけど、これまではそう言ってるだけで、どこにあるのって言われちゃうんですよ。だって、リンゴの町って見えないじゃないって言われちゃう。ところが、これができると、大船渡に行くと、今の町ができてるんですね。ご存知の通り、東日本大震災の後、沿岸部のすべての市町村に、こういう長大な、防潮堤がぐるーっと沿岸を囲んだんですね。で、当初は 海が見えなくなるから嫌だという人もいたし、でも、命に代えられないからっていうんで、これができたわけですけども、やっぱり殺風景なんですね。海がみんなに親しいものではなくなってしまったと。で、大船渡では10年間、今の町大船渡というテーマでやってきて、今それを皆さんに紹介をしていくと、こんなことまでやっていたんですねって皆さんすごく懐かしがってくれるんですよね。それで、第1回から、2014年の7月から、それから第8回の今年の、10月に行うものも含めて、横にどーっとそのコンテンツを貼っていこうというのが、この壁画の案です。で、去年、大船渡でその話をして、で、今年の7月に具体的に、2人の議員さんを含めてお話をしたところ、非常に関心を持ってくれて、で、実は私もそういうつながりがあるんだっていう話が、たくさん出てきてですね、実に驚くべき、隠されたつながりが見えてきた。で、ミステリーのような感じなんですけども、これをですね、大船渡側と東京側の人間で大いにこう語ってみ、夢を語ってみようというのが、9月の3日、あるいは8月の28日の、ミラクルテレビです。で、東京側の中小ってない。で、中心人物は、竹宮正樹さん、あ、じゃない、竹宮正樹さんの息子さんの竹宮陽子さんという日本棋院の理事長です。それから信田先生もそこに入っていただいて、あと大和田さんという、五市地区の中心人物なども含めてですね、まあ、全体で数人でこのテーマについて議論をしようということで、僕の 今の感じでは、このプロジェクトは、大船渡全体の方々を一つにまとめて、なおかつ東京全国の囲碁ファン、囲碁に関わる方々が一緒になって、みんなで推進していく非常に良いプロジェクトに発展するというふうに思っています。で、2年後には、これを実現しようということで考えています。当日どんなお話が出てくるのか、皆さんに楽しみにしていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。これすごいでしょ、この絵。かっこいいでしょ。面白いですね。確かにあれですよね。なんかこういうその、私も五七区行って、まあ、囲碁の町行ってて、囲碁神社とかに、まあ、碁盤があったりとか、碁石海岸のとこがやっぱり碁石みたいになってたりとかっていうのはあるけど、あとはなんかものすごい昔のなんか、石碑みたいな碁盤みたいなのが 崖の上にあったりとかっていうのは見たんですけど、そう、囲碁色は囲碁の町っていう割にはまあ薄いかなっていうのはちょっと感じてはいましたね。であれこれのはね、横に未来に向かって横に伸びていく屋外囲碁美術館なんですね。これはもちろん日本で一つだけ。屋外美術館なんていうのはこれないし。美術館は中にあるもんですけども、これは屋外にあって、なおかつ、評判の良かった人と悪かった人と両方いて、論争になってしまった、この防潮堤が市民みんなのものになっていくということで、これが少し伸びていくと、今度こそ本当に日本中、世界からも人が集まってきてくださるっていうんで、大船渡の観光、
客の増加につながって、直接にお役に立つことができるというふうにも思っています。そして、囲碁が、なんと被災地の復興振興に役立つんだっていうことが、これが多分テレビや新聞を通じて全国に報道されていくというようなことになって、まあこれまで我々がやったものの中では一番大きなプロジェクトになると思っています。いや、お楽しみにぜひご参加ください。この真ん中で、なんかその覗いてるような人がいるんですけど、この防潮堤を覗い、ここれの、はね、防潮堤。防潮堤は覗けないので、これ海を見てるわけですね。海、でもここだけガラスになってるとかではないけど、覗いてこれはる。ね、多分こっから向こうが見えるんじゃないかと思うんですよ。見えるんですか？未来が見えるんですよ。未来が。すごいですね。なんか、でも確かに、なんかちょっと切り抜いて、海っぽい感じをはめ込んでみたりしても面白いかもしれない。そうですね。多分こういう切れ目が実際にあるんじゃないかと思うんですよね。で、この空間ぐらいから入ってくる分には平気なんでしょう。そういう設計だと思います。面あ、白い。水が入ってきてもね。これできたらすごいですよ。インパクトなんが。か、もしそこに、こっちからは見えない、本当の海ではないけど、水族館的な、ちょっと海の空間みたいのを、この壁後の防潮堤のとこに埋め込めるとしたら、そこになんか海底山脈作ってみても面白いかなって思っちゃいます。そうか、拡大して見えると。そう。おお、これが書いてさ、あ、それいいね、それ。覗いたら海の中。テレビをつけてね、カメラをつけて、これ覗くと、その外が見えるっていうのはどいいう？海かがも。見えるっていうのは。いいかも、いいかも。いいそのか。現在の海の状況がわかるじゃん。見える。確かに、それいいかもしれこれ上まで上がらないと見えない。ない。確かに。それめちゃくちゃいいと思います。それ覗はいい。き窓みたいな場だって登るの大変なんですからね。所。いや、それ、あれじゃないですか。ナイスアイディアじゃないですか。面白いね。いや、あれですね。こうやって見てお話ししてると、いろんなアイディアが出てきますね。非常に面白いのは、実はこの防潮堤に絵を張るっていうのは、すでに大船渡でトライした方々がおられるんですね。その一人が、市議会議員の菅原誠先生という方で、去年僕たちのイベントを応援してスタッフになってくれた方なんですけども、彼が2年、3年ぐらい前からですね、3年か4年ぐらい前から、ここに絵を張りたいっていうんで、ようやく、岩手県庁のご理解を得て、ここにカモメが飛び出てくる 3D の絵を貼ったんですね。ただ1年間でそれはなくなってしまいました。あらら、なんでですか？要するに、長期はダメだと言われたわけ。書くのがダメってこと？で、書そいれてがダ一メ。つの、でも、OK を一時的にも取ることができたっていうのは、実は僕たちのためのもう準備になってるわけですね。なんか落書きの原因とかになったりするからってことですか？落書きの原因となってるっていうか、僕は多分行政の立場からすると、公平にやらなくちゃいけないから、一部の方々が勝手に書いたらダメだよっていうことだと思うんですよ。でも勝手にじゃないわけですよね。だから、この前の場合には、要するに一部の方々が勝手に言ってんじゃないんだけども、やらせてよねっていうことでやったわけですよね。で、今回は、大船渡市のあらゆる方々の合意を得て、市民の総意としてやるという手続きを取るんですね。そしたら、勝手にじゃなくなるから、市民がいいと言ってたんだったら、恒久的でもいいじゃないかと。でも何かあるといけないから、一応外せるようにはしといてねっていうことぐらいでいけるんじゃないかと思います。条例みたいなの作っておけばいいんですね。あ、条例作るといいですね。そう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 。
そのぐらいのその覚悟でやろうと思ってるわけね。それで、実際に書いた方は、やっぱり菅原さんという方なんですよ。その菅原誠先生と書いた菅原さんには、重大な秘密があったという。これは当日明かされます。もう一人のキーパーソンは、三浦隆先生という人なんですね。で、去年僕たちがやった時には、ちょうど都合が悪くて、来れなかったんですけども、彼は、審議会の議長をされていたんですよね。で、良い方です。で、この方とお話をしたら、彼からも、なかなかの、すごい話が出てきたと。で、実は、北谷さん大変なんだよ、あれはっていう。俺たちは3年かかったんだと。あれを作るのにね。ということは、3年間、頑張って、僕たちがやることの前段をやっていてくださったっていうことなんですよ。それを踏まえれば、あとは今出た、審議会の合意を得てね、みんなの総意で日本中の支援でやろうと。それで、大船渡中が大賛成しているっていうことになれば、いかんという理由は、堅調になくなるわけですよね。で、僕たちが今触っている、支援をしてくださっている国会議員の方々にも、超党派で働きかけていただければ、これダメだっていう理由がないから、できるんだと思うんですよ。で、お二方の秘密を申し上げますと、僕たちは2016年に5月14日を碁石の日というふうに制定してもらったんですね。当時の戸田市長に。5月14日だから碁石なんです。で、これを制定してもらうのに相当苦労してですね、人口3万数千人の市の中で、1926筆の 請願書名を取ったんですね。これはね、ちょっと異常な数値でありまして、このうちの半数は、大船渡の実際の市民なんですよ。で、半数は全国と、それから海外です。これはですね、第2回目の2015年に、我々が必死で盛り上げた最大のプロジェクトだったんですよ。で、これを本当に1メーターぐらいある署名簿を議長にお渡しをするっていうのが大きなイベントになりました。素晴らしいですね。素晴らしいんですよ。で、その結果、戸田市長が分かりましたと。じゃあ5月14日を碁石の日に制定しますと言って宣言をしたんですね。したがって碁石の日なんです。ただその後、碁石の日っていうのは、あんまり碁石の日で何もやってないから、市民の印象にあんまりないんですけども、実は今回、この壁画は碁石の日にしっかり関係していたということが分かってきたと。で、なんとならば、菅原誠さんという市議会議員と、同じ菅原さんというお名前の絵を描いたアーティストの誕生日が5月14日であったということが分かったと。おお、碁石に関係あるなということであります。それから三浦隆先生は、実は大久保利通さんという明治維新の元勲の一人ですけれども、その方とつながりがあるんですね。もちろん、直接のつながりはないんですけれども、そのお孫さんと、非常に交流があるということで、その大久保利通さんのご命日が5月14日であったんですね。それで、これは不思議だと言うんで、すごい偶然でそれぞれの方々と大いに 驚いて、で、ひゃーとか言いながら、よし、やろうっていう感じになってるんですよ。それで、大船渡市側で、すね。すごいですね、それ。キーになってくださるのは、商工会議所の会頭になりそうなんですね。で、その前の、飛び出る絵の時にも最終的に消費者の回答が動いてくださったので、岩手県が OK を出したっていう経緯があったらしいんです。それで、消費者が取り組んでくださると、これは消費者にとっても本当に良い、プロジェクトになるんじゃないかなと思うんですね。そして、我々の方では日本企業が、賛同してくれればありがたいということだったんだけど、竹宮陽子理事長とも話を
電話でも話をしたんですが、まあ、非常に関心持ってくれて、相当にこれ大掛かりな話になりますねっていうんで、で、当日、大いに意見交換しましょうっていうことになっていて、これまでのところ、それは良くないんじゃないかっていう議論は全くないんですね。で、こんなにみんながそうに賛同してくれるものっていうのは初めてで、もう大船渡中を巻き込むものになることについて賛同してくださるっていうんで、大変嬉しい展開になってる。で、今年、9月の5日に、松崎中学校の修学旅行生が来ますよね。昨日、鈴木浩二さんっていう、首都圏三陸大船渡民会、都人会の、事務局長ともお話をしたんですけど、大船渡側もすごく喜んでくれていて、いろんなね、準備を中学生たちもしてくれるらしいんですね。CD を持ってくるので、これを CD プレイヤーでかけてほしいという希望がありましたので、これ忘れないように我々が準備しなくちゃいけないんですけども、で、中学生たちが二十数人なんですけども、入ってもらった瞬間に、あ、俺たちを歓迎してくれてるんだっていうことも分かる展示になってますので、ああ、いいですね、本当に。彼らは喜んでくれると思うんですね。そしてその方々が、大船渡に帰った時には、この碧号を推進していく中心にもなってくれるだろうというふうに考えまして、本当に10年間、永遠とというか猛烈に皆さんと取り組んできたものが、この形で結実しようとしてるっていうのが今年の大きな特徴なんですよ。で、これが進むことによって、その他僕たちが提案をしている、小中学校の義務教育で囲碁を成果にしていただこうというような構想。それから人口海底山脈に関心を持ってもらって、みんなで勉強していこうと。で、もし皆さんのご理解が進んだら、スティコン海底山脈についても、さらに検討していこうじゃないですかっていう提案も、あまり抵抗なく皆さんに受け入れていけるんじゃないかなっていう、そんな気がしています。で、でそすういう意ね。味では、二つの都市の取り組みを一つに結ぶ具体的なそのものがついに出てきたということなんですね。昨年10月に私も菅原誠さんにお会いしてですね、非常に海底山脈の方に興味を持ってやろうやろうと言ってくださってたんで、そすうでごす。く、じゃあ囲碁の面でもものすごい積極的な方なんですね。そうなんですよ。期待できますね。これはね、本当に我々がやった、普通イベントだから消えちゃうじゃないですか。で、さっき道が残んないじゃない。ところがモニュメントになるわけですね。これはモニュメントなんですよ。これはね、すごい。というふうに、面自画白い自です賛ですけどね。も、思います。なんかそんなにその5月14日にその縁のある人が多いっていうところがなんか神がかってる。神がかってるんですよ。いや、僕、唖然としちゃったもん。だって、誠先生が、自分の誕生日が、5月14日だって言われたときに、何ですか、それ。菅原先生って僕言ったんです。いや、これ本当なんだって言うんですよ。で、北谷さん、それだけじゃなくて、これ作った藤原さんっていう人も5月14日の誕生日なんだよって言われて、それもすごい話ですね。だったら、三浦先生のとこ行って、いや、北谷さん、これすごいよって。大久保利通公のご命日は5月14日なんだっていうんで、いや、何ですか、それは、みたいな。そんな会話をしてきたばかりなんですよ。ねえさん、これはあれですよ。すごいキャッチーなチラシとか作る。来いよ5石って言って。来いよ5、来いよもう514。来いよ5石って言って。ななんるかそほど。の、いいね。それとこのイベントをね、2年後の5月14日にやろうと思うんですよ。あるいは3年後でもいいんだけどね。で、今年の秋ぐらい、秋かその後ぐらいまでに、
合意を作って、それから資金を調達をして、そして、1年あればできちゃうから、それでやればいいんじゃないかと思ってですね。で、その辺の難しい、めんどくさいところは、最終的には、ホフナとの商議書に全部背負っていただいて、その代わりこれをやったのは、商議書だということになって、皆さんのその活躍をみんなが喜んであげるという形にすれば、難なく実現するんじゃないかと思うんですね。いや、いいじゃないですか。それはね、これはちょっとすごい。すごい。お金はね、公費を使わなくたってできると僕は思ってるんですよ。っていうのは大した金額じゃないんでね。あ、そうですよね。一枚作るのに数十万円でできるというふうに僕そんはな思にいかかります？ます。そのぐらいかかる。取り外しができるものにしなくちゃいけないっていああ、う。そういうことか。はいはい。で、ところが、この発起人を、最初は発起人の代表みたいなものを集めて、その次に、賛同者っていうんで、またたくさん集めれば、それはすぐにね、何百人になっちゃうわけですよね。それで、発起人の名前、賛同者の名前は全部、この、何しろこのキャンパスというか、美術館は広いから、いくらでも描けるわけですよ。樹木谷の、ひだと、あの日の裏側にしか描けなかったじゃないですか。ところが、これだと、あるところに、このプロジェクトに参加した方々の名前が全部入ってくるという形でやるので、発起人とか、賛同者の方々を集めるのにも非常にやりやすい条件があるんですよね。そして、賛同者が、発起人の方々には、これの建設費用も自分たちで賄っていただくと。で、観光客が来たら、その募金をして、次のコンテンツにまた集めていくというような感じで、毎年やっていけばいいんじゃないだろうかと思うんですよ。というようなわけでね、これいいはなかなか、夢がありますね。夢があります。面白いこと考えちゃったんですけど、アイゴあるじゃないアイゴある。ですか。アイゴみたいに、レールをここに作って、で、ここで、囲碁を打つことも楽しめる場所にして、アイゴみたい、アイゴだったら壁でも全然貼れ。なるほど。これ面白いね。それもすごく面白いと思う。その場で、だから、あとはだから、碁石取られちゃわないようにっていうところですよね。まあ、持ってかないと思うんだけどね。まあでも、なんかちょっとそういうふうに、なんか自分も体験型でできたりするとより楽しいかなっていそうう。だね。で、コンテンツについては、実は我々が一方的に作るんじゃなくて、オフナットの人たち、特に子供たちに参加してもらいながら作りたいと思ってるんですよ。で、今回来てくださる松崎中学の26人だったかな。この方々は地元の高校に通うわけですよね。で、今度はその新しい、来年から高校1年になってるわけだから、その高校生たちが僕たちが大船渡でやるときのそのパートナーになってくれると。したがって自分たちの後輩の、松崎小学校、松崎中学校、他の方々に働きかけていただくときの非常に有力なそのサポーターになってくださるということを考えています。もう現地スタッフになってもらうってことですね、サ現地ポータスータッフ。というよりは。こっちがちょっと下手ってきたから そんなことなんですね。墨田区で行われる、首都防災ウィークについても、やっぱり去年、今年の成果を踏まえて、次の、何があるかっていうことでは、結構いろんなアイディアが湧いてきてまして、これを実際に来年に向けて、やることになると思うんですね。大船渡と、それから慰霊堂の両方でやるものが、つながって、
来年の首都防災ウィークは本当にすごいものになるというふうに思います。楽しみにしています。はい。楽しみですね。はい。ぜひこの中の 一つの大きなコンテンツに人口海底山脈の仕組みについてもね、実際に作るつかないが別なんだけど、こんなふうなものだったんで、昨日、慰霊堂に展示したようなものを大きく書かせてもらうといいんじゃないかなっていうんで、これは我々がどれだけこのプロジェクトに参加していって、東京全国が支援するんだっていうことになれば、非常に、良いんじゃないだろうかと。おお、板垣さんからメッセージが入りました。新幹線か。すごいね、あの人も。新幹線 日本中を動き回ってる。常に移動してますね はい。じゃあ、こんなところで、かなり長く喋りましたけども。りがとうございます。お、村上さん、こんばんは。こんばんこは。んばんは。お、板垣さん出てきた。じゃあさっきのあれですね、番組表の続きからはで、い、はい。それが、はい。1日か9月3日っていうところで、9月4日が防災フォーラムの予習っていうことで 9月8日の、予習ですね。の事前復興と人口海底山脈ということで、人口海底山脈自体何かっていうことを知らない人もいると思うので、シチコン海底山脈のこと、今進めようと思っていることについて、鈴木さんを中心とした海底山脈のメンバーで出演して番組をやろうと思います。で、9月5日は愛護一番勝負防災編13です昨ね。日さ、途中ですいませんけど、昨日も小野さんと川田さんがちゃんと七根海底山脈って言ってくれたもんね。言ってくれ開たね。会式の時の挨拶で、ちゃんとあれですよね、川田雄平さんと小野泰輔さん、ちゃんとシテコンの話題を入れてくれてましたね。それで短い時間の中で入れてくれた。3分の中でね。で、僕思ったんだけど、来年、あら、あの、今年の記念冊子あるじゃないですか。その中にね、メッセージ、発言してくださった方の全てのメッセージをね、残したいと思うんですよね。10人ぐらいの発言がありましたけど、それを全部記録に残すとみんなが読むと、そう、開会式で、これだけの国会議員がこんなに推奨してくれてるのかっていうのがわかるので、非常に良いんじゃないかと思うんですね。なんかもう文字化されてたよね。文字化されてる。だからちょっと修正すればできちゃう。そう、簡単にできるんですよ。それから来年はね、開会式の忘れないうちに、展望を言うと、1年前に 日程を知らせて、その時は絶対開けておいてねっていうのをお願いしちゃおうと思ってるんですね。で、実際にできる 日程っていうのはもう大体決まってるんですよ。9月1日以降の土日っていうことになると。ピークが9月の6日7日になって、で、開会式は16日の土曜日か17日の日曜なんですね。で、どっちみち、お盆休みに引っかかるので、議員の先生方は、お盆休みっていうのは大変なんですよね。地元で一生懸命、やらなければ、いけないっていうのがあって。だから、せめて土曜日よりも日曜の方がやっぱり良いな、っていうね。柿島さんにはちょっと申し訳ないところがあるんですけども、日曜だったら、一日早く、一年前から言われたことだから、イベントは日曜だけは避けて、土曜日までにやって、で、日曜日はみんなで慰霊堂に行こうっていうんで、多分来年は、墨田区議のほとんど全員が来てくださるんじゃないか。今年がほぼ半分ですから。ですね、でも区議は全員が多分 来てく考れる。えられないですよね。考えられない。から国会議員は多分ね、
全会派から来てくれると思うんですね。1年前から頼んどけば。ということで、来年はね、本当に地元の墨田区を挙げての取り組みにすることができるんじゃないだろうかというふうに考えています。楽しみな展開になってきました。次どうぞ。はい、ありがとうございます。今、どこまで行った？愛護、9月5日、愛護一番勝負のところで、あれかな？この話になったのかな？愛護一番勝負の防災編3で、柿島光晴さんの番組。これが、防災期間中の最後の愛護一番勝負ですね。で、9月6日は、こもちゃん TV で、ここでもう日本防災スキームの佐藤さん、代表に来ていただいて、なんでこういう、今回ですね、このジャパンレジリエンスアワードで国土強靭化大賞を取られた方なんですけど、その商品開発をしようと思った理由とか、そういうところ、いろいろお面話伺白いって、ね。いこうと思います。で、9月7日は、現地開催。で、東京都慰霊堂で世界ミラクル音楽祭。開催します。ちょっと時間何時だったかな。ちょっとごめんなさい、ここちょっと適当に入ってそまんなす。ものでいいですよ。大丈夫ですか。で、まあ17時。はい。で、9月8日が、ここはちょっと多分、消灯式があるので、もうちょっとやっぱ遅くなるのかなと思うんですけど、でもね、あんまり遅くしないようにしようと思うんですね。そうなんですね。やっぱ長いとね、皆さんくたびれるから。そう、だから、スタートの時間を遅くするしかないですよね、そうすると。電気がついてるところが見えないと、消灯した感じがしないから、まあ確かにね。竹明かりを中に持ってきてやるっていうのもありかなとは思うんですけど。それもありかもしれない。そうですね、でもあんまり運んだりっていうのも結構大変だったりはするのまあでで。も2本ぐらいだった。2セットぐらいだったら大したくないんじゃないそうか。ですね。去年は、中で消灯式しましたね。そうだったっけ？そうです、そうです。全部持ち込まなくてもいいんだもん。去年も2、3セットぐらいでしたっけ？あ、そうしようよ。3、4セット？それぐらいちょっとまで。早く終わって、みんなくたびれてるだろうから。そうです休ね。養しよう。そうしましょう。はい、そんな感じで、今回の第12回首都防災ウィーク、23日間を、もうね、かけ続よくけ、できました。はい、笑ね、ったね。でね、原さん大奮天闘。然ですね。木谷さんが一番大丈夫かって、本当に、初っ端から大変そうだったので、昨日は本当にお家に帰れたのかなと、昨日はね、もう心配かけて。2時過ぎまで私みんなで心配する。の、みんなで心配する。しょうがねえな、北谷さんはっていう。だって、あれですよ。打ち上げの時に、滝沢さんなんて救急車呼べって言ってそうましし言ってんだよ、もう絶対もう。た。聞いてました？聞いてたよ、もちろん。聞いてたんですね。いや、救急そ車はされは、すがにないとだろうなと思って。んでもないことだよ。救急車欲しいと逃げ出しだちからゃう。私は隣で一生懸命北谷さんにお茶を飲ませて。お世話になりました。でも、いいね。そういう体験もね、そういう体験も悪くちょっと私に介護されてみまない。した。原さんと小林さんのお二人に介護をしていただいて、なんか身に余る光栄だった。そうです。もうちょっとやってようかな、みたいな感じでしたね。結局、鍵屋さんはどこまで送り？東京駅かな、品東川ま京。で。東京神谷駅。さん、品川に住んでるんですよ。なるほど。そうですそよれでね。彼は、僕のスマホの、GPS。じゃなくて、時計を、22分に到着なので20分に合わせて、アラームを。アラームをね、やるところまで見届けて、さすそしが。て帰ってきてたから、僕は無事に降りられたと。もうさすがですね。
いや、でピもでラす。ツカ行きではなかったんですか、違電っ車は。た。うん。違った。じゃあ危なかったでこす。んなものに乗るなんて、これまで 会食もやったことがなかったから。昔はよくね、終電近いもので帰っていたんですけども、さすがに退職してからそれなくなった。いや、もうも昨日は終わったのが遅かったから、う、これもある。どうしてもやっぱ遅くなっちゃいましたよね。うん。まあでも、すごく良かったです。あんなにたくさんね、若い方が来てくれて、まあそうですね、本当いいバに。スでもあったし、いや、川田さんがあそこまで残ってくれるとも思ってもいなかったですね。お話できましたよ、最後。いや、飲み会に来てくださいって言うんで、連絡はしてたんですよ。で、だけど、来るっていう返事は、なかったんですね。だだから、からね、あの時間までよく行ってくれたよいや、本当に、本ね。当考えに。らんないよね。そうですよね。いや、びっくりですよね。多分ね、この東京都府夏のプロジェクトはね、超党派で、国民の命であるとか、財産などを守っていくことは、超党派でやろうというね、非常に大きな、運動に、発展すると思います。それも、この2、3年で、それになっていると。それと、日本の崩壊のどっちが早いかっていう、そことの戦いですね。地震による崩壊も含めて、平時の崩壊も含めて。でも、多分、そっちの方向に向かいますよ。なんか中国の崩壊もありそうだし、アメリカの崩壊もありそうだし、なんか世界中が破壊しそうな感じ。中国は今、習近平さん、習近平さん、しばらくどこにも登場してないんですよ。まだ生きてんのかって話いやいも。やいや、死んでるんじゃないかっていう説もあります。あるいはもう、捕まっちゃってるんじゃないかあ、そういう、の代役が出てるみたいな起きてる話こは。と間違いないですよ。中国に経済と、代役。旅行に。確かよく似てるんだよ。でも白いの。に。そうなんだ。面いや、白いね。態度がやっぱりちょっと硬い。そそううななの？の？ なんか一人につき、なんか一人ではないみたいな、なんか代役が何かいたりとかっていうような話もあったりします。はい、じゃあ20時になりましたので、この辺で番組を締めていきたいと思います。ありがとうございました、どうも。どうもありがあとうりごがざというごまざいしました。た。じゃあこよのくわかりました。どうもありがとうございまし番た。組もよろしくおおや願すいみなしさます。ありい。がとうございます。村上さんも、はい、村上さんもありがおとうやすごみざなさいます。大い。はい。切ください。失礼します。高木さんもおやすみなさい。皆さんおやすみなさ板垣さんも昨日もありがとうございました。あい。ありがとうございました。はあ。い。